古着屋しみ。どうもー、いらっしゃいませ。古着屋しみのしみです。本日は、私が持っている T シャツをすべて紹介したいと思います。一つ残らずすべてです。はい、それではやっていきましょう。まずこちらなんですけれども、こちらは LL ビーンとラッセルのダブルネームで、結構生地も厚くて、いい感じです。ただ色がショッキングすぎてあんまり着てないです。はい、情熱の赤です。これは多分高校生ぐらいの時にサマーソニックに行った時のお土産で買ったような気がします。ちょっとダサすぎて着てないです。はい、ヴィンテージのレイカーズ。そんでこちらはチャンピオンの T シャツなんですけれども、なんかね、この CHPS って書いてあるじゃないですか。どういう風にググっても出てこなくって、詳しい人意味教えてください。お願いいたします。はい、アメリカっぽいラグランティーです。でこちらジェーン・アダムス・カーターって書いてあります。誰ですか？はい、こちらアメリカ陸軍の T シャツなんですけれども、確かフリマで何百円とかで買いました。ただ、なんかもうピチピチすぎちゃって、あんまり着てないです。はい、私がよく着ている T シャツです。なんか西海岸っぽい感じが大好きで、多分これフリマで、これも何百円、300円とかそういうレベルで買ったような記憶があります。そんでこちらはリーボックの靴がプリントしてある、なんか爽やかな T シャツです。はい、こちらは、サーフィンの T シャツです。でもサーフィンしたことなくて、これ着るのちょっと恥ずかしすぎるんであんま着てないです。はい、そんでこちらは警察のなんかマラソン大会の T シャツだったっぽいです。柄はこんな感じです。はい、こちらはニュージャージーネッツの T シャツです。で、キットです。ローリングストーンズです。これもなんかほぼ寝巻きです。これはヴィンテージでも古着でもなんでもないんですけれども、友達と2人で徳島に旅行に行った時に藍染め工場みたいなのがあって、その工場でなんか藍染め体験みたいなのできるんですよね。その時に T シャツ買ってきて自分で藍染めしてみました。楽しかった思い出があります。はい、でこちらなんですけれども、デルタ航空の T シャツです。なんか全方位に飛行機がプリントしてあって、お気に入りです。 You are here T です。なんか人間ってこんなにちっぽけな存在なんだよっていうことに気づかされる T シャツで、お気に入りです。こちらマリンコープの T シャツです。もうなんかダメだっていうぐらいなんかヘロヘロです。テロテロヘロヘロ、まあお気に入りです。同じくマリンコープの T シャツです。はい、こちら80年代ぐらいの T シャツだと思うんですけれども、なんかね、この絶妙なダサさのこのわけわかんない感じ、本当に好きでお気に入りです。はい、こちらこれも軍物です。軍物らしからぬレストラン感があります。お気に入りです。80年代のヘインズの下着です。はい、70年代のヘインズの下着です。はい、60年代ピルグリムの下着です。これはなんかコカ・コーラの景品で当たりました。 Think Future。 いや、大事なのは今だと思います。ボーダーです。ガキオ老人マンジって感じです。超お気に入りです。はい、風刺の効いた T シャツです。政治色強めって感じです。エッシャーです。お気に入りです。はい、こちらもエッシャーです。バッグもかっこいいです。っていうか、エッシャーの T シャツってなんでビッグサイズに首ダルダルのもんしかないのかっていう疑問がずっとあります。はい、こちらカサビアンの T シャツで、多分高校生ぐらいの時にライブに行った時に買いました。はい、これもザ・アメリカって感じのフットボールの T シャツです。ヤーヤーヤーズです。すごい大好きです。カレーン王本当に好きです。はい、そしてこちらレディオヘッドの T シャツです。これもライブに行った時にお土産で買いました。なんかね、ちょっと T シャツがなんかおしゃれ路線を狙いすぎちゃってあんまり着てないです。 T シャツにあんまりおしゃれな感じ求めてないです。そんでこちらロッキーホラーショーの T シャツです。ロッキーホラーショーです。なんかロッキーホラーショーってなんかカルチャーとしては好きなんですけれども、この T シャツのセクシーさが本当に僕に合ってなすぎて全然着てないです。はい、そんでこちらはギミギミーズの T シャツです。これも確か高校生とかなんかそのぐらいに買った気がするんだけれども、なんか学生って感じです。はい、こちらはハーレーの T シャツです。なんかアメリカっぽいんですけれども、僕大型バイクの免許さえ持ってなくて、ほんと着るの恥ずかしいんで着てないです。はい、そして 50s のカルチャーが大好きなおじさんたち、お待たせしました。ブライアン・セッツァーの T シャツです。これも高校生ぐらいの時にライブに行って買いました。2006年に行ったようです。思い出です。はい、そしてこれワープドツアーの T シャツです。2004年とかのなんかワープドツアーの T シャツで、この頃はなんかそういうスケーターカルチャーにハマってました。バンズとかそっち系にハマってた時に買ったような気がします。それぐらいぶりに着た気がします。っていうぐらい着てないです。はい、シクサーズの T シャツです。中学生の時バスケ部でした。アイバーソンも大好きでした。シクサーズの T シャツです。
なんかトラックの T シャツです。これを着るとなんかかっこいい路線を狙いに行きすぎてる気がして、着てないです。はい、そしてこちら70年代チャンピオンのリンガーティーです。なんか70年代より手前側の古い T シャツって結構着丈が長くなってることがあるんですよね。で、なんでかっていうと、当時の人たちは T シャツをこう入れることが普通だったから、入れやすいように着丈が長いんだと思います。これも長いです。ちょっと着にくいけど、まあ、別にって感じです。はい、こちら。別になんてこともない馬の T シャツです。なんかこれも着ると、なんかかっこいい路線走りすぎちゃってる気がして、これもあんまり着てないです。はい、そしてこちら、You are here Tの黒です。You are here。これちょっと集めてるんで目撃情報あったら教えてください。はい、そしてこちらがラストです。バックプリントが活かしてます。アメリカ軍の T シャツです。ってな感じでようやく終わりました。どうだったでしょうか。とりあえずみんなが一番見たいものをお見せしたいと思います。はい、こちらを今から一人で黙々と畳んでいきます。辛いです。泣きそうです。ということで古着屋シミーでした。もうこの動画が面白かったよっていう人も見てない人もめっちゃつまんねえし、キモいしブスだしねよっていうやつもいるかと思いますけれども、全部ひっくるめてチャンネル登録をお願いいたします。泣いて喜びます。よろしくお願いします。